我は最果ての魔王ディープブリザードである。みんなこんにちは、ブリザードであるぞ。我ちょっと前々からが、ずっと趣味でではあるんだけれども、もう何年間もアナログで絵を描いてきておってな、それを何かこう講座にできないかのと思って、で今回紹介するアナログの画材、それはででーコピックなのである。これはコピックマーカーと呼ばれておるもので、トゥールズ様が出しておるアルコールマーカーと呼ばれておる、いわゆるカラーペンであるな。本当に350色以上今色が出とって、これで描けない絵はないというほどいろんな絵を描くことができるというわけで、やっぱりアナログ絵描きをする者にとっても憧れの画材だったりするのではあるが、とはいえな、いきなり絵を描くのに50本買いましょうっていうとお高いわけであるよ。でそれを何十本も買えって言ったら、もう正直あっという間に満額してしまうような、安いようでちょっとずつちょっとずつ買ってたら実はすごい額になってた系画材といったら、もうこのコピックといっても過言ではないである。なのでな、初めてコピックで描いてみよう、この動画を見てコピックで描いてみたいなと思ったポンポコリンが、いきなり何十本も買おうとしたらすごい額になってしまったとなってしまってはな、ちょっと手を出しにくい、じゃあまた今度にしようってなってしまいかねないので、今回は5色で立派な絵が描けるよということを、どういう最初に5色を選んだらいいのかというのをおすすめしながら、実際にその5色でイラストを描いてみようと思うのであるぞ。我が選んだ5色を紹介していこうと思うのである。まず1色目はやはりな、キャラクターの肌の色を塗るのに適したコピックが良いだろうということで、 E-0001 ペールフルーツピンクである。もうこちらもやっぱり肌の色を塗るならという感じで、もうまあ有名な色ではあるけれど、やはり我のおすすめとしてこちらは紹介しようと思うので、実際じゃあちょっとどんな色か見てみようであるかな。こんな感じで今塗ったのが E-00番である。こうしてみるとすごい淡い色に見えるが、塗り重ねることで色を濃くすることができるのである。さっきよりもちょっと濃くなったの分かるかな。こうやって見るとすごい淡い色に見えるが、キャラクターの肌のベースとして我が多分描くイラストだと E-000 が一番合っておるので、まあ、これを長年使っておるのである。もっとしっかりとした肌色が欲しいというものは、その1個上の先輩 E-00 コットンパールというのを使うと良いであろう。こちらもちょっと試しに横に塗ってみようかな。これでも十分淡い方ではあるんだけれども、この通り E-000 より E-00 の方がはっきりと濃い色味なのがわかるであろうか。もう少し黄色味のかかった色が欲しいというものは YR-000 シルクというのを使うと良いであろう。こちらは本当これまでのこういう肌の色が、まあいわゆるピンク味のかかったブルーベースのブルベカラーというのであれば、こちらはイエローベースのイエベカラーになるのである。この通り比較してみると、E-000 がかなり淡いピンク色、そして E-00 がピンク味のかかったオレンジ色、そして YR-000 がやや黄色味のかかったオレンジ色になっているのがわかるであろうか。今回はこの E-000 を選んだが、どの色が好みかによってはこの3色の中から選んでも良いと思うのであるぞ。次におすすめする色はこちら RV-91 グレイッシュチェリーという色である。これは本当に我が多分万能に使える色だと思っておるうちの一つで、特に色数が少ない時などの肌の影などによく使える色なのである。ちょっと塗ってみるであろうな。こんな感じでややくすんだ淡いピンク色なのである。なので肌だったりとか本当暖色系の影色にとりあえずこの一本を持っていれば、本当にいろんな色が増えたとしてもすごく使える色味になるので、とても愛用しておる一本なのである。もう少し明るい色が良いなというものは V-0000 ローズクォーツというのもおすすめなのである。これもちょっと塗ってみようかな。V-0000 かなり淡いピンク色にちょっと画面上だと見えているのだが、これも肌とかに重ねるとすごく柔らかくて、これは影とかじゃなくてチークなんかで使ったりすると効果がある色なので、あとはそうだな、 RV-10 なんかもおすすめかな。ペールピンク、こんな感じでかなりしっかりめのピンクが欲しい時には RV-10、 やんわりと欲しい時には V-0000、 そして影など万能的に使いたいという時にはこの RV-91 は非常におすすめなので、今回はこの RV-91 を2本目のペンとして採用しようと思うのであるぞ。
3本目のカラーで我がおすすめするのはもうこれはこの1色だけなのであるけれども、 BV の20ダルラベンダーである。とりあえず困ったらこの色塗っとけばとりあえずしっかりした影色になるっていうぐらい万能な色なのである。というわけで BV の20を塗ってみたのがこちらである。繊細なこうくすんだこう紫色になっていて、ほんとどの色と合わせても効果を発揮してくれる非常に優秀な一色なので、今回5色紹介するうちのこの3色は買ってずっと使い続けることができる3色なので、とにかくコピック何色買っていいのかわからないで、キャラクターを描きたいであればこの3色をとりあえず買っておけば絶対間違いないのであると、まあ断言をしておこう。ということはこの2色はまあこれから塗る色にもあるんだけれども、まあ、この3色にあと2色足した時にとりあえず幅広く使えるのってどれかのっていうのを紹介しようと思うのである。では次に紹介する4本目はこちら B の00フロストブルーなのである。もうこれは本当に昔からあるド定番の色で我も長年使っておるのだが、青系がとりあえず1本あればいろんな色と組み合わせた時になバランスが取れるし、あと非常に爽やかな発色なので A 全体をこう軽くしてくれる効果があるので我はこれをとても長年使っておるのである。こちらが B の00である。発色も良く、そして爽やかな色味なので、どういう場面でもこいつ1色あればとりあえずなんとかなるぐらい全体の爽やかさだったりとか明るさを表現してくれる1色なので、ぜひぜひ明るくポップな色を描きたいというものはこの B の00押さえておいて損はないのであるぞ。そして最後5色目は Y の32カシミアである。ちょっとクリームがかった黄色と言ったら良いのかな、なので、まあ、やや曖昧な色味かもしれないが、この系統の中で結構割と使うとはっきりとした黄色であったり割と今っぽい色味を再現することができるのでおすすめしたい1色なのである。この通りかなり黄色みが強いんだけれども、ちょっとこうクリームっぽいまろみのある色味でもあるので、他の色と合わせた時にも特に浮きにくい色なので我は結構これも愛用しておるのである。特にキャラクターで金髪だったりとか明るいブロンドカラーのキャラクターなんかだったりしたらもうすごい効果的に使うことができる一色なので、こちらおすすめなのであるぞ。こちらの5色で今回は絵を描いていこうと思うのである。一応それ以外の色味でおすすめをするとしたらこちら BV00 モーブシャドウダブルの2ウォームグレーのナンバー2、この2色も割とどの色と組み合わせても非常に使い勝手が良いであるし、 BV の00は BV の20よりもやや紫みが強いのでポップで明るめにしたいときは BV の00を BV の20の代わりに選ぶというのも選択肢の一つであろう。そしてダブルの2はこれも割とこの BV の20と同じようにどういう影色として足してもこういい感じにまとめてくれる色として我も長年使っておるので、まあこの辺の色の中での選択肢に入れても良いと思うのである。というわけで今回はこの5色のコピックマーカーを使ってイラストを描く方法を伝授しようと思うのであるぞ。では先ほど選んだコピックの5本で今回このイラストを色を塗っていこうと思うのである。この線画のデータ自体はダウンロードできるようにしておこうと思うので、それをお家のプリンターやコンビニのプリント機能などを使ってだいたい B5 から A4 サイズで印刷するとちょうどコピックで絵を描くときに綺麗なサイズになると思うのであるぞ。まずは E の000を使ってキャラクターの肌を塗っていこうと思うのである。よいしょ。まずこんな感じでざっくりと白く残す部分は色を置かないようにしながらキャラクターの肌を塗っていこうなのである。ある程度区域ごとにくっきりと区切って塗ると綺麗に見えると思うのであるぞ。で、どんな風に塗ったらいいのかわからないとかこうちゃんと塗れるか不安だなというものはこれはデジタルで描いてる絵なのでそれを複数枚プリントアウトしておいて、で、それを使ってこう設計図的に色をどこを塗るかみたいなのを決めてみると良いかもしれないであるな。あとなんか塗った直後すごい肌が暗く見えてるって思うかもしれないけれども、アルコールの成分が飛んでしまえば色だけが残って非常に綺麗に見えるので気にせず塗っておこう。なので乾いたらどんな色になるのかっていうのもちゃんと計算しながら色を選ぶというのは大事なのであるぞ。
で淡い色なので多少他の場所に塗りがはみ出したりしてもそんなに気にはならないので、多少の塗りはみ出しなどは気にせず色を塗ってみると良いです。やっぱりアナログっていうのはこういう多少の塗り漏れとかのブレがあってもそれが味になったりするし、全体で見て気にならない程度であれば全然気にする必要はないのであるよ。これで今もう塗り終わって、先に塗っていた顔や腕の部分なんかはもうだいぶ色がアルコールの成分が抜けてはっきりと明るい色になったのが分かったであろうか。最初なら慣れるまではこれで大丈夫かのって思うことも多々あるかもしれないが、気にせず塗っていくのが大事なのであるぞ。今はまだこの1色目を塗ってるだけだから大丈夫だとは思うんだが、この通りコピックというのはアルコールマーカーなので、こんな風にかなり裏にインクが透けてしまうのであるな。これはコピー用紙で塗ってるので特にこんな風に透けやすいので、何重にも色を重ねたり しているとこの下に色がインクが染み出してしまうという危険もあるので、下に紙を引いておくと良いであろう。なのでちょっと紙を引いてくるのである。では今これ下に紙を引いたので色を塗り重ねていこうと思うのである。では先ほどの RV91 を使って肌の影の色を塗っていこうと思うのである。でこの時ああ思ったより濃いなとか、こうがっつり色がつきすぎちゃったなと思っても気にすることはないので、とりあえず影になっている部分を塗っていこう。こういうまつげの部分なんかもちょっと色を濃くしていきたいので色を塗り重ねておこう。こうやって最初のインクが乾いた後に色を塗るとアニメ塗りのようなパッキリとした塗りを作ることができるのであるぞ。これが、RV91 を塗った状態である。ちょっとなんだかこう濃く見えたり影の色が濃すぎるように見えてしまうかもしれない、まあ、もちろんこれは好みだとは思うんだけれども、そういう時には影の上からもう一度この E の000、 先ほど肌で塗ったベースの色を塗るのである。そうすることで塗ったインクが、先ほどアルコールマーカーだと言った通り、にじんで下の紙に押し出されて微妙に色を残しながら色を混ぜるということができるのがコピックのすごいところなのである。なのでこうやってもう一回トントン、ちょっとトントントンと強く押さえながら肌の部分にもう一度 E の000 を重ねてみよう。でこの時に下の紙にちゃんと抜けるように下の紙としっかり用紙をくっつけながら描くと良いである。これでちょっと血色の悪かった肌の色もよりこう綺麗に見えてくるであるし、で塗り重ねるとだんだん境界もぼやけていってぼかしっぽい効果にもなるので、コピックで繊細な色使いをしたいというものはこのテクニックは必須で覚えておくというである。こんな感じかな。でちょっと下の方見てみようか。わかるかな、ちょっとこの辺ほらインクが染み出しているのがわかるかな。こんな感じで色が押し出されたことで色味をこのように整えたり変更することというのができるようになったのである。じゃあ続けてさっきの RV の91 でこのメイドさんの服の色、メインの色の部分をちょっと塗っていこうと思うのである。やり方はもうこれまでと同じやり方なので、これを早送りでお届けしようかな。こんな感じで服のメインカラーの部分が塗れたのである。髪の毛の色を塗っていこうと思うので、こちらの Y の32 で塗っていこうと思うのである。髪の毛は特にハイライトを残したいので、腕の流れでハイライトの部分をこうやって残すように塗っていくと綺麗に髪の毛を塗ることができるのであるぞ。このハイライトの部分どこにしたらいいのかわからないというものは、先ほど言った通りコピーを取っておいた線画に下書きや練習やハイライトのラインをこう書き込んでみて
ここに入れたらどうだろうかみたいにテストすると、こうぶっつけ本番で失敗したっていうことは防げるのであるぞ。これで髪の毛の部分も塗り終わったのである。では次にこちらの BV の20を使って白い部分や服などに影を入れていこうと思うのであるぞ。本当にこの色は万能色なんで、我だいたいコピックのイラストで描くって言ったらこれを使うことが多いであるな。で、割とこれだけで塗っちゃうとなんだか重たく見えるなと思う場所もあるが、今は気にせずこの色でキャラクターの影の色を塗るということに集中しておこう。ピンク色に塗った部分の影がちょっと重たくなったので、先ほどの肌と同じようにもう一度 RV の91を使って明るく色を抜いていこうと思うのであるぞ。こうやって色を重ねることで深みを出すことができるので、うまくいかなかったなとか色塗りが失敗したなっていうのもリカバリーしやすいのはコピックの特徴であるかな。で、服の部分このままでも良いのだが、ちょっと硬いというか重たい感じなので、ここで B の00を使って重たい紫の色味を軽くしていこうと思うのである。この水色の B の00が効いてきて、明るくちょっとポップな雰囲気になってきているのが分かるであろうか。もうすでにだいぶ色が抜けて B の00が表に出てくるようになったであるな。これでだいぶ明るくなったのが分かったであろうか。あとは細かな点に加筆をしていき、より絵を深みを出していこうと思うのであるぞ。これでまずはコピックを5色を使ったイラストの完成である。色を混ぜたり抜いたりしている部分が綺麗に重なり、そしてインクのにじみなども可愛らしく表現できているのがわかるであろうか。ただこれだけだともうちょっと完成には足りなかったり、やはり5本だけだとうまくできないのかなと思うものもいるかもしれないので、ここからこの5本のコピックにプラスアルファであれば良いものを紹介しようと思うのであるぞ。ではこのコピックの仕上げにあると便利なもの、それはこちら、色鉛筆である。今回ファーバーカステルの色鉛筆を使うのではあるが、普通に100円ショップなどで売っている色鉛筆でも十分使えるので、ぜひ用意してもらいたいのであるぞ。本当に100円で12色入りとかなんかももう普通に100円ショップなんかにも売られておるし、それで十分今回では使うことができるので、ぜひ用意してほしいのであるけれども、まあこれで何をするのかというと、例えばこういうピンク色を使って顔の頬、チークの部分に軽く力を入れながら色をこうやって足してあげるので、そうするだけですごい血色のいいチークを柔らかく足してあげることができるので、本当に軽くこすりつけるだけぐらいの感じでつけてあげると、わかるかな、こんな感じで頬にチークが足されたのがわかるであろうか。こちらの赤色を使って服にちょっとストライプの柄を描き足していこうと思うのである。コピックだと逆にこういうのは難しかったりするのでな。色鉛筆の繊細なタッチを生かすことでコピックの塗りと併用して使うことで、よりそれぞれの魅力を引き立てることができるようになるので、
これで色鉛筆での作業も完了したのである。だいぶ色彩豊かに、そして鮮やかになったのが分かったであろうか。最後の仕上げにこちらのシグノのホワイトペンを使ってハイライトを入れて完成になるのである。まさに我流転生。大事なところハイライト入れるだけで一気に絵が華やかに見えるのである。髪の毛にもトントンと軽く置いてあげると髪の毛の光の粒が飛んでいるように見えるので、あまりこうパターン化しすぎない程度にトントンと置くと良いである。これで完成なのである。イエーイ。というわけでコピック5色とプラス色鉛筆、そしてホワイトペンを使ったことで色鮮やかに絵が完成したのが分かったであろうか。本当にコピックの段階でもその5色の色の組み合わせと塗り重ね方、そしてそのインクの抑え方によってここまで色鮮やかにできたのが分かったであろうか。こうやって絵を描いていきながら、次はこの色が欲しいなとか、こういう色があったらいいなという色を少しずつ買い足していけばより良い絵も描けるようになるので、ぜひぜひコピック最初の5本プラスアルファで挑戦してみてほしいのであるぞ。ではではなのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。